え特別講義でございます。速化塾の久保です。今日の朝の相場解説、聞いていただけましたでしょうかその続きを、ちょっと時系列3枚のシートをプラスしてお届けします。かなり参考になる講義になりますので、これはね、コンサルレベルでございますので、これを理解できると勝てるようになります。むちゃくちゃ勝てるようになります。よろしいでしょうかえー、まずね、朝お話ししたことなんですけども、要点はこれです。押し目なのか、 変わり目なのかってことですよで押し目の場合はねこういう風に山が尖ってでこういう風に N を書くんですよね変わり目ってのはだいたいねこういう風に平らになって下に行くんですよここまでよろしいですそうするとねこれが変わり目を暗示してるんですよねしかししかしですよしかしなんですよここで2つ申し上げました1つはこのヒゲのわけです 最近ヒゲのわけをいっぱいお話してますんで、ここでは割愛します。もう一つですけども、全時間軸が、ものすごく強くね、貝の方に入ってますんで、これは変わり目になり得ないというふうに考えます。プラスさっきお話したこのヒゲのわけですよ。この二つによって、これは押し目だと判断できますので、この真っ平らなところがあるでしょ黄色で書いてるんで分かりにくいかもしれませんけども、ここを突き抜けたら、 エントリーでします。そして突き抜けてるんですよ突き抜けてるんですけどもこの朝10時の時点ではまだこの要線が確定してないんですよねだから要線が確定したら倍でエントリーしますよってことを一部の方にはお話ししておりますでどうなったかというと当然ですけども要線が確定したらエントリーするわけなんですよね次のシートいきますよ午後になりました10時から数えて13時ですね確定したんでエントリーしました分かりやすいように切り板でお話しますね 122円の91号でエントリーしたと思ってください。その場合のロスカットラインはどこでしょうかまずはエントリーしたらロスカットラインを設けます。ロスカットラインを設けたらロスカットまでの距離かける3倍でテイクプロフィットラインを上の方に設けます。この構図はそっか軸の相場解説を見ていただいている方ならいつものことだと思いますよね。ロスカットラインどこでしょうかそうです。エントリーを決めたこの強い要線の 一番下ですよここですよここよりもちょっと下のところでロスカットラインを決めますですのでこの強い要線が出たところがものすごく重要なヒントになるわけですよねいつもこうやって私はロスカットラインを決めてます、はい、で確定したのでエントリーねエントリーしましたそしてロスカットラインを決めたんでロスカットラインも決めましたその後でテイクプロフィットラインを引きに行きますそしてさらに時間が経って14時になりました こういういに変化しますちょっとメモ書きをしてますけどもねこれを読みメモ書きを読みながら解説しますよまずは要選が確定したんでエントリーしましたで分かりやすく解説するためにここに122円の870って書いてるでしょだからここでエントリーをしたエントリーポイントを設けたっていうふうに考えてくださいでロスカットラインはどこだったかっていうとここなんですけども今回解説用に分かりやすいようにね 122円の205という切り板でロスカットラインを引いたと思ってくださいですんでエントリーがここロスカットラインラインがここということでエントリーポイントからロスカットラインまでの距離は665ありますこの距離が665ですで今16時の時点で当然ですけども上昇に向かって勢いがありますんで412の含み益を出していますそれがこの距離です テイクプロフィットラインはどこなのってことなんですけども、ロスカットラインまでの距離が665なんで、テイクプロフィットラインまでの距離は1995というね。だからもう124円を見てるんですよ。こういう風うにするともうすでにゼロライン設定が済んでますから、ゼロライン設定がね。まだ含み損ですけどもね。ゼロラインで来ると。だから実はね、この665っていうのが、 縮まってるわけなんですよこのまんま今回は上昇に向かうだろうなと思うからもうこれをねロスカットラインを縮めてゼロラインに向かってますで完全に0ラインになってませんけどねという形で、えー、ちょっと現場を離れても損が最小限になるように調整してるんですがこの時点でねゼロラインを動かすっていうのは異例なんですよというのがテープクスフィットラインの1995の距離ですからね取りに行くのが ものすごい距離を今稼ごうとしてるんですよ。もちろん、この距離の前に、エグジットすることもできるじゃないですか。でも目標はリスクリワード3.1なんで、このように設けてますよってことなんですよ。とりあえずね、あと2時間、18時に待ったら、その時点で私は決済して、利益確定しようかと思います。今の時点でも412プラスになってるわけですから、単純に45万これで稼げてるわけなんですよ。 まあロットの調整とかねちょっと皆さんとは違いますんで私の場合は45万稼げてるってことになりますですんで最大値で今日はね20万狙うつもりでまあ着地が78万かなっていうとこですよねというのがねあのー、夜を持ち越せばこれ狙えないことはないんですよでも私のスタイルじゃないでしょ一応リスクリワー三3.1で儲けたんだけども、うん、現実はここまでね今日中に取れると思いませんのでだってあと2時間で決済ですからね私のルールだと ですんで、1995ってのは、もしね、明日また朝開いて、継続でまた新しいポジションを取って倍でエントリーするんだったら、結果的にはここまで伸びるんじゃないのってことですよね。はい。じゃあ解説は以上でございます。今日の解説理解できた方は、勝てると思いますし、もう解説が理解できない方は、メッセージいただければわからない箇所をお答えします。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。